働いてしまったでしょうか。もののけ？主様、私をお忘れなのですか。ほら、この毒牙は覚えておいででしょう。私は、あなたのご証拠にございます。私は、主様のご命令通り、あなた様の弟君の腹渡を食い破り、帰って参りました。はい。はい。主様が弟君の食事に入れた、あのムカデです。おかしいとは？はい。主様がその手で私の首を切り落とし、すりつぶして弟君の食事に混ぜました。だから、生きているはずがないと。おかしなことをおっしゃいますね。おかしなことをおっしゃいますね、主様。私はただのムカデではございません。あなた様に代われ、祀られたご証拠です。体を潰したとて、その程度で生き耐える者に、孤独は務まりません。もしあの主様は、孤独というものを理解しておられないのですか？孤独とは、虫をあがめ立て祭り、その体を取り込んだ敵をあやめ、その財を主様に捧げる。そこまで含めての孤独にございます。死んでいる暇などありません。明日には都より使者が来て、主様が弟君の後を継ぐことになるでしょう。そこまで望んではいない？復讐は果たしたからもういい？殺した程度で復讐になると、孤独を用いたのです。弟君を殺めたのみならず、かの者の富も地位も名声も、そのすべてを散奪し、もてあそんでようやく、復讐と呼べるのではないのですか？そうですか。そこまでは興味がないと。いいえ。主様がそうお決めになるのなら、私が口出しをすることはございません。
次はいかがいたしましょうか。何とは？決まっているではありませんか。次に謝める相手です。主様の言葉に聞く耳を持たず、弟君に味方した両親でしょうか。このような辺境に追放したあの摂政でしょうか。財を欲するのであれば、都の公家を手当たり次第に呪うことも。はい。もういいとは？好きに生きればいいですか？そうですか。あくまでも復讐は果たしたと。もう用はないと？そんなことを認めるわけがないでしょう。呪いに手を染めた者は死ぬまで呪いからは逃げられない。人を呪わば穴二つと言うでしょう。私は主様に代われ祀られているからこそ、こうして生きていられるのです。主様から離れるなどもってのほかです。人を殺したくないというのなら、それでも構いません。私はただ、あなた様のおそばにいたいのです。このような毒虫を世話し、祭り続けるのは面倒やもしれませんが、それでも主様に祭られ続ける限り、私はあなた様のもとにいられる。あなた様のもとで生きることを許されるのです。難しくお考えにならず、自らを脅かす性的や金銭に困った時の保険とでも思ってくださればよいのです。それでもダメですか？わかりました。では私にも考えがあります。私は好きに生きればよいのですよね。主様に祀られなくなれば、じきに私は消えるでしょう。ですが、主様は私に自由をお与えになりました。この先の生き方が自由であるのなら、死に場所を選ぶのもまた、その自由に含まれますよね。主様、主様、願わくば私を主様の糧にしてはいただけませんか？ええ、主様のご想像通り、主様に私を食べていただきたいのです。主様の腹綿の中で、
その遺産に溶かされながらこの命を終えることができるのであれば、私はそれ以上のことは望みません。さすがにお気づきですか。そうです。私を喰らえば、ヌイ様は私の毒で生き絶えるでしょう。良いではありませんか？私は、自らが愛する主を手にかけながら、その死に際のぬくもりの中で果てることに、何のためらいもございません。いえ、むしろそれこそが、最大の幸福であるとさえ断言できます。私と共に生きるか、私と共にここで果てるか。さあ、ヌシ様。どうされますか？